こんにちは、こんばんは、赤髪の友です。ロックマン F ゼ実況プレイの続きをやっていきます。土日っていうか土曜日町会議で、ちょっとはしゃぎすぎてしまってですね、ちょっと声が枯れてしまって、多分ちょっと今も声が違う感じに取れてるんじゃないかなと思うんですけれども、風邪ではなくてちょっと声が一回枯れて治りかけ中です。というわけで、パート17で一回撮影を切ったので、パート18から、また別撮りになります。パパからメールで、なんかパーティーにみんなでご飯に行こうと、合同庁舎で職員立職のパーティーにママとネットを招待すると、7時に科学省の1階ロビーにあるテレビの前にしようと、じゃあママによろしくなっていうことは、これ学校放課後か、とりあえずこれをママに言う、あ、でもちょっといいや、いらないチェック交換しよう、間違えた、ちょっとソニックウェブはもういないな、いけ5トンミニボム、ハズレだな。ロックマンエグゼでのガチャ運は悪いみたいな。とりあえずママに言おう、ママパパが立食パーティーに行こうって、ま、パパが、さすが雄一郎さんだわ、忙しい時でも家族のことを大切に思ってくれてるのね。で、ネット、いつどこでパパに会えるの。7時に科学省の1階ロビーにあるテレビの前で待ち合わせだって。ママ嬉しいみたいだな、はしゃいでるみたい。 OK、 ってあらやだ、もうすぐ7時じゃないし、急いで準備しなくちゃ。可愛らしいママですな。ママおめかし時間かかるんでしょ、俺先に行ってるよ。たく、ママがおめかしするの待ってたら日が暮れちゃうよ。そんなこと言ってネト君、本当は早くパパに会いたいだけなんでしょ。そんなことないよ、ふん、ツンデレか。ということでママが、顔の作品を仕上げてる最中なので先に行っていきましょう、ね、寄り道するとエグゼに怒られる、エグゼじゃないや、ロックマンに怒られるのか、そういうわけじゃない、これ話しかけちゃったのか。早く合同庁舎へ行こう、じゃあ合同庁舎へ行こう。おっ、また入ってた、これ斜めに、あ、パーティーに行くのか、いいな、俺パーティーなんか行ったことないぜ。合同庁舎の地下レストランは飯がうまいって評判だぜ、クソ羨ましい。ネット、俺とネットバトルだ、俺が勝ったらパーティーに連れてけ。あ、たまたま入っちゃったけど、一応この人たちもパーティーに行くっていう話で会話の内容は変わってるんだ。600、やっぱり強くなってる、ダイナウェーブかな、結構動き回るからな、ガッツマン。手こずった、バスト1。俺もパーティー行きてー。会話の内容変わるのか、さすが RPG、 一本道に行ってるだけではやっぱり最後まで味わえないのか、ちゃんと。じゃあメイルちゃんは何か会話の内容は変わって、メイルちゃんはすごいな、女の子らしい。あ、いた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 、勝手に家入ってるけど。ネット、この間はありがとう、プレゼントならヤイトちゃんに渡しておいてよ、とっても喜んでくれたんだ。ネットも様子見に行くんだったら早く行った方がいいよ、ヤイトちゃん忘れっぽいからね。あー、この間の骨董品のあれ結局行ったんだ。とヤイトちゃんの大豪邸を、おー、いえお城みたいになってるけど、すごい、いた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 、なんかくれんのかな。あら、ひかりくん、この間はプレゼントありがとう、メールちゃんからもらったわよ、これはか、軽いお礼、あ、軽いお礼の気持ちを受け取って、一応どうなのかな、プレゼントをもらったのを1万円万札で返してくる小学5年生ってすごい嫌味な感じに、あんたこのお金でもっとマシなの買ってきなさいよみたいな感じになった。じゃあ行こうかな、とりあえずぼちぼち、邪魔。じゃあ館長街へ行きます。館長切符をゲットしていく、なんだ、Eメール、オフィシャルメーリングリスト、
プログラムアドバンスについての新しい情報です。同じ系統のチップを同じコードで揃えるタイプのプログラムアドバンス、ベータボムなどのタイプですが、ガイアハンマーなどの場合は同じようにチップを揃えてもなぜかプログラムアドバンスは起こりません。この謎については当メーリングリストでも以前から議論されてきましたが、有力な情報をゲットしました。なんとこのタイプはさらにもう1枚引き金となるような別のチップを組み合わせる必要があるというのです。私が睨んだところでは怪しい組み合わせが4つほどあります。これは探してみる価値でありですよ。その4つをその4つを教えてくれよ。会話変わってるから。ポーズ頑張ってるか。何を頑張ってるかって、何でもかんでも頑張ればいいんだよ。ひかりさんの息子さんじゃないか。今晩のパーティーに出るのかい。今晩は海外の科学者を招いて合流パーティーがある。例えば超会議の後には超パーティーっていうのがあるけど、面白いのかなあれは。まだね、超会議には2回参加したことあるけど、超パーティーには参加したことがないんですよ。むにゃむにゃ、はっ、私言ったら立ったままですって。すごい技得得してるな。だけどなんかお店が増えてるし、これもっと増えるんじゃないか。弁当、魚、魚屋さん、天日、魚屋さん売ってる。わあ、お日様はいいな。仕事中でもたまにお日様浴びないですね。生きのいい魚が並んでいる。この屋台プラグインできそうだ。なんでだ。なんで魚のウイルスっていたっけ。あー、泳げたい焼きくんか。なんか、あー、背景が魚になって骨になって、っていうか骨の魚が泳いでる。なんかマリオにそんなのいたけど、とりあえず四隅を調べるのは何もいないか。さて、キノコが相手か。まあキノコはこれで一撃だね。あー、キノコのウイルスカード手に入らないか。おっと、3つに分かれた。上から、おし、当たり。マサのアドです。誰だ。おっとっと、うわー、やっぱり泳げたい焼きくん来たか。キルキルキル SSDSSDだからなんだという感じだけれど、どうしよう、痛い、どうしよう、参った。後ろのやつが溜めてるのが怖いな。後ろに届くように攻撃するかだね。後ろに届くように攻撃しよう。これで160ダメージ、あと確実に当てるよっ。うわ、危ねえ、危ねえ、危ねえよ。よし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 、前の敵の攻撃かわしながらは辛いな。でもチャージショットが幾分かマシになったから、普通の攻撃でも倒せるようになった。キノコが欲しいな。今のもそうだけど、 RPG のこの迷路的なのはなんか行き止まりで宝箱があると逆に行き止まりなんだけど当たりみたいな、そういう感覚がありますよね。当たりの道に、当たりの道っていうか先に話が進む道行っちゃうと、もう一個選ばなかった道は何があるのかってつい考えちゃうから、気になるから、結局行き止まりに当たった方のが当たりっていうような考えに至る。トリプルスピア J、 わざわざ手に入るトリプルスピアっていうことはきっとこれはあれなんじゃないかな。J、F、あ、E、F、J か。あ、違う、トリプルアローか。F、J。じゃあトリプルスピアも E があるのか。あ、F。もうトリプルアロー、A、B、C っていうよりも、トリプルアローのゼータアローかな。それはちょっとあんまりあれなんだよな。硬直時間が長くて。あ、でもあれか、インビジブル貼ったような透明状態になるか。ちょっとそれはありかな。80120、これ120だけど水属性には240ダメージと。 OK、 一撃必殺、行き止まり。こっちか。え、あ、魚の
骨の形してるこれマップ。あ、絶対そうだ。うわ、いっぱいいる。ソニックウェブ、ソニックウェブ、ソニックウェブ。全部当てれば240ダメージだけど、フグは動かないんだよな。バカ、ここでやった。ちょっと、どうしよう。泳げたい焼きくんが。倒してこう。はい、さよなら。あれ、食らった今。今何を食らった？水食らった？早打ちショット。お金ガツガツ貯まるな。あ、完全に魚の骨になってる。これ背景のあのマークと一緒になってるんだ。間違えた。うん、これだと倒しきらないか。120ダメージだけど、これだと届かない。泳げたい焼きくん前に出てくるっけ。泳げたい焼きくんって前に出てくるっけか。出てこない。あれ、出てくるっけ。いや、出てこない。で、122回やった方がいい。出てこない。あ、出てこない。危ない。OK。お、トリプルスピア F。で、この人は何なの。俺は魚屋のマサってんだ。お、ほんとだ、なんか魚っぽい顔してるもんな。知ってるか、魚を食べると頭が良くなるんだぜ。魚とは関係ないが、俺とネットバトルしねえか。ネットくん、マサさんにバトル。あ、これか、マサさんってアドレス手に入れたの。シャークマン、シャークマンなんて無印ロックマンにいなかった。3匹もいるし、あれじゃん、ガレオスじゃん。なんで潜ってんだこれ。水属性には120の、これでどれぐらいだろう。 HP が、姿が見えないから分かんないけど。ほ、あ、そういうこと。潜ってるときはダメージないんだ。当たんないんだ。いつ当たるんだよ。ちょっと待って、ちょっと待って。エスケープ、エスケープ、やばいやばいやばい。セーブしてない、セーブしてない。死ねない死ねない。ちょっと待って、ちょっと待って。回復しよう、回復しよう。回復するし、回避に専念しよう。はいはい。あ、動けないときがたまにある。こうやってやればいい。危ない。エスケープしたい。いつ当てるんだこれ。シャーって来てるときかな。いや、これ来てるとき外したら死んじゃうな。 ADD やばい。死んだら、死んだらまずいっす。エスケープがないよこれ。どうしろっつーの、どうしろっつーの。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。シャークマンって姿現せよ。だって当たんねえんだもん。当たった。いつか当たる時があるっぽい。うわっ、危ねえ、危な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 。はい。あ、でも ABC で揃えればインビジブル貼ったことになるから、トリプルアローのゼータアローを発動させれば5秒間無敵だ。この際いっぱいチップ回すためにもトリプルアロー全部使い切っちゃうか。プログラムアドバンス、トリプルアロー、ゼータアローにして、で、これすぐ発動で、今インビジブル貼った状態になってる。5秒間無敵。え、ちょっと待って、ちょっと待って。違う。あ、負けてもいいのか。危ねえ。煮干しを食え、煮干しを。なんでこっちの攻撃が食らない。あ、よかった、セーブ。失うものはないのか、負けて。まあ、プライドくらいか。プライドだな、負けて失うのは。え、どういうこと。弱点しか通らないとか。シャークマンっていうくらいだから、きっと水タイプだから、エレキソードもしくは雷系のチップ。リモコ五郎さん、うわー、リモコ五郎さん速攻で壊されんな、これ入れても。なんだといいんだろう。
トリプルアローとかそういうのじゃなくて、地面を這う攻撃だと逆に当たるとか、ソニックウェーブとか地面に沿って進むのだと潜ってるやつにも当たるとか、そういうのあるかな。ちょっとそうしてみるか。ロールちゃん確実にダメージ与えてくれるから、それを入れるのもありか。ロングソード抜けでリモコンゴロを入れてみようかな。ちょっとインビジブル、あ、インビジブルだけ貼ってもな、 L で揃えて他のチップも組み合わせないとあんまり。ガッツマン入れようかな。そしたらじゃあこれでちょっと戦ってみます。生きのいいとこ見せてやんな。だからな、とりあえずこれで地面這う攻撃が通るか通らないかっていうのやってみるか。 D よ、あーあ、なんか出てきた。あ、どういうこと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 。ある程度ダメージを与えると姿を現すのか、それとも今ソニックウェーブが引き金になったのか。できるだけ敵を観察しなくちゃ。でロールちゃんを当ててみよう。ロールちゃん当たる？対象は当たってる。で回復、あ、出た。そしてアクアタワーかよ。しかも HP600？なん、どういうこと？ある程度ダメージを与えると姿を現すのか、あれに。なるほどね。防御力を上げたいよね。あ、そういえばなんかアーマーがある。なんかウッドアーマー、あれウッドアーマー、ここなんかなかったっけ。あれどうするとウッドアーマー手に入るんだっけ。チップホルダーを元に戻そう。何が入ったか忘れちゃった。ロングソードか。あ、貴族性の敵が出てきそうだから、これフレームソードでもいいか。100強いな。フレームソード、フレームソードにしよう。ウッドアーマーっていうのを多分次エレキっていうやつが仕掛けてくるから、ワイリーの話だと雷属性の攻撃を防ぐのは木属性だから、木属性のアーマーは多分ウッドアーマーだから、ウッドアーマー手に入れたらいいんじゃないかなと思うんだけど。お前か、お前か、お前手こずったな。そういうの昔こうウッドタワー攻撃。いやー、でももう慣れたわ、さすがに。はい、ミノムシみたいな。ハンティングレベルだっけ、ハンティングあれを上げないと。あった、なんだ、ウッドアーマーかな。サロマのアドレスか、ここでサロマのアドレスが手に入るのか。あ、でインターネット行ってサロマの部屋のそのアドレスの鍵開ければウッドアーマーが手に入るみたいな仕様なのかな。でここでプラグアウトしよう。ちょっと今アドレスを2つ手に入れたので、多分次のこれアクアアーマーとかあるのかな。木属性、水属性って来てるから、多分火属性の人がまた来るんじゃないかな。違うかな。とりあえずそのウッドアーマーの話をどっかで聞いた記憶があるんですよ。官庁街の中のおじいちゃんが話してたのかな。でそれはきっと多分ウッドマンを使ってるサロマに関係してるかなと踏んで、
勘違いだったら悲しいけど、サロマのアドレスにちょっと行ってみようかなと思います。話を進めずにそのアーマーを手に入れようと思う感じで、ちょっとカットします。カット。何があるんだろう。おどこかの端末に繋がっているようだ。ほう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 。なんこれ今なんこれじゃないのか、違うのかな。とりあえずここつながって、あ売ってたりしますか。うっとー狙い通り、これ買う。よし、これで強くなったな、防御面が。あーでも極端な、メガキャノンが、メガキャノンっていうのはパネルアウトフェイク、ワイドソード、HP のリア買っておく。これも買っておく。え、もう一度買っておくか。敵強くなってるしな。2万ぐらい取っておくかな。どうしようかな。メガキャノン、とりあえず攻撃面ではどうなんだろうな。絶対にエレキっていうくらいだから、次の敵は雷攻撃を使ってくるんですよね。でウッドアーマー装備してきっと半減になって、かつ HP も上げておこう。これ1個だけ買う。 OK、 もう買わない。だいぶ強くなったんじゃないかな。6万、 HP380 のこのアーマーをウッドアーマーに変えて、だいぶ防御面マシになったんじゃないでしょうか。よし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 、どうだ。でもこれは関係ないか。ウッドアーマーは40、元の攻撃力がよく分かんない。元の攻撃力がよく分かんないけど、フレイムソード、はい。あ今ガードするモーションになった。多少防いでるの。あ、20しか減ってない。20しか減ってない。よし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 。どこだこれは。マサさんか。パパなのですか。あー、ここと行き先が自由になった。いろいろここら辺も来ておくべきだったな。ウッドアーマーはだいぶマシになったの。うわ、絶対雷の敵だこれ。濃い。380から HP、 これで50減ったのか。本当は100くらい減ってんじゃないかな。なんかエレキボールみたいなの出してきたけど、よしよしよし、だいぶマシになってるな。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。パソコンで見ている方は画面のボタンをクリック、携帯スマートフォンの方は画面下の登録ボタンか説明文のリンクからお願いします。サブチャンネルでは料理や釣りなどの趣味を実写動画として投稿しているので、こちらも合わせてよろしくお願いします。それではまたのご視聴をお待ちしております。バイバイ。